1番線は海徳三崎口行きです。次は品川に停まります。発車までしばらくお待ちください。乗車は海徳三崎口行きです。停車駅は品川、京急蒲田、京急川崎、横浜、上大岡、金沢文庫、横須賀中央、堀之内と、堀之内から先、終点の三崎口までの各駅です。三島五目方面おいでのお客様は、1番線は海徳三崎口行きです。次は品川に停まります。発車までしばらくお待ちください。京急蒲田、京急川崎、横浜、八王子、金沢文庫、横須賀中央、堀之内と、堀之内から先、終点三崎口までの各駅です。
まりが17時20分、上大岡17時11分、金沢文庫17時19分、横須賀中央17時28分、京急ぶりかま17時37分、終点三崎口到着17時52分です。この列車は途中、京急川崎で、羽田空港から参ります新津市行きより連結いたします。次は京急蒲田です。羽田空港方面は上り下りです。京急蒲田の次は京急川崎に止まります。途中の東式への6方面はご覧の地図をご利用ください。お客様にお願いいたします。この列車では各車両優先席を設けてあります。年寄りは羽田の20のお客様に席を
口行きです。次は京急川崎に止まります。左右空いてるドアに分かれてご乗車ください。発車です。ドアを閉めます。京急川崎です。川崎大師方面ご利用のお客様をお乗り換えです。京急川崎を出ますと横浜に停まります。途中発車があって、鶴見市は京急鶴見、鶴見線前長崎京急新幹線、小屋で奈良間新町高橋の奈良川をご利用のお客様をお乗り換えです。お次の京急川崎で
海徳三崎口新宿行きです。次は横浜です。JR 線、東急線、東鉄線、横浜市下鉄線、みなとみらい線はこちらです。横浜出ますと、波大間に止まります。群馬市の戸部、日の出町、小金町、左大津、井戸ヶ谷、富士吉においてのお客様はこちらです。
口新宿行きです。次は上大岡です。新宿列線はお乗り換えです。上大岡の次は金沢文庫に止まります。通過駅の用具ヶ浦、杉田、京急富岡、能見台においてのお客様はお乗り換えです。この電車の各車両には優先席を設けてあります。お年寄りや体の不自由なお客様に席をお譲りください。ご協力をお願いいたします。この本当の入っている車両は前8両、快速、三崎口行きです。
背徳三崎口新寿司行きです。発車です。ドアを閉めます。
新津市方面ご利用のお客様、この電車の後ろより4両にお乗り換えください。なお、新津市行きはホーム中ほどへ停止位置を変更いたします。